というわけで、えー、昨日ですね、えー、東京国際フォーラムで行われました、すずめの戸締まりの完成披露記者会に行ってまいりました。 えー、新海誠監督のですね、最新作ということで、本当に素晴らしい出来でした。あのー、まあ、あのー、これまでもですね、新海誠監督は、あのー、数々の素晴らしい映画を撮ってきたんですけど、僕はこの演熟そしてその深まりがですね、ちょうどあのー、宮崎駿監督で言えば、もののけ姫、あるいは、千と千尋の神隠し、千と千尋の神隠しの方で、えー、宮崎駿監督は、あのー、アカデミー長編アニメーションをたわけですけど、これ今までで、えっ、ー、と、英語以外で、それ手書きアニメでは唯一、 無二の重傷だということなんですが、えー、それぐらいの円熟の,、まあの境地にあの新川誠監督が達してらっしゃるなと思いまして、大変あの深い感銘を受けました、えー、このすずめの戸締まりなんですけども、まあ、詳しくはあの本当、実際に見ていただかないと仕方がないんですが、えーまああの、ある深い傷を負うということは、我々人間の中にあるわけですよね、でその深い傷を負った人間が、まあ、癒されるあの、そして前に進んでいくためには、 うーんなんか、過去に向き合わなくちゃいけないわけですね。で過去に向き合うときに、えー、その過去への向き合い方は、やっぱりそのフィクションというか、想像というか、異世界というか、その異世界につながるドアを見つけなければいけないわけですね。で、この主人公の少女は、まあ、過去に、えー、辛い思いをしていて、それに向き合って、えー、前に行くためには、そのドアの向こうに行かなきゃいけないんだけども、でそのドアの向こうとこの現実の 空間をつなぐ、えー、そのさまざまな仕掛けというものがフィ、えー、クションであり物語でありイマジネーションであってでそのようなものを通してこの少女が一歩前に踏み出すまでの、えー、これは成長物語であり「シュトゥーンとドロング」のです、ねえー、青春の物語であってそ,、まあ、そこに出会いがあって。 で、様々な、あの、右翼曲折があって、あのー、もう、見終わった時に、その少女と一緒に、えー、我々も一歩踏み出せるという、そういうなんか、えー、映画になってます。で、新海誠監督なんで、もちろん、あの、もう圧倒的なビジュアルの美しさがあります。特にその、えー、光とかですね、風とか雨とか、そういうなんか、大きな世界の気配を、 えー、描くことについてはもうちょっとなんかまた別次元にいったなという気がしますしそれからその、えー、と異世界ですね異世界と自分この世界をつなぐまあある、えー、大きな、えー、存在があるわけなんですけどその存在の描き方なんかも、えー、あの先ほど申し上げましたがあの本当にあのー、まあ宮崎駿監督ではええーまあもののけ姫」とかですね「千と千尋の神隠し」のような円熟となんか非常に何て言うんでしょうかね、うん、人間の無意識から入ってい 湧き上がってくるような、えー、もう、情動というか、そういうものを感じさせる、えー、ビジュアルになってまして、それが、ね、やっぱり、アニメじゃないと表現できない。ですから、やっぱり、あの、実写映画だと、あれは表現できない。だから、アニメの、ものすごく細かい質感の、え、つく、積み上げとかですね。まあ、新海誠監督は、あの、最初はね、コンテやって、それをなんか、ない、動画で繋いで、そこに、えっ、ー、と、全部、その、自分でセリフを入れていくっていう、そこから始めるという。だそそういう意味においても、やっぱり、あの、なんていうか、その、作家性が非常に、新海誠監督のですね、作家性が非常に強い作品なんですけど、 そこにあのもう本当にもう数多くのスタッフがもう精魂込めてもうおそらく寝食を忘れてぐっと質感の作り込みをやっていくその精度の強さ高さっていうのはこれはもう本当にあのえーまあなんか世界のアニメファンがこれを待ってんだろうなと11月11日あの公開だろうということなんですがまあとにかくですね昨日ああのまあ 東京国際フォーラムを埋めた5000人の聴衆はみんなはっと息を飲んで最後に大きな感動でもう本当にもうスタンディングオベーションがなりなやまないえそういう状態でしたねあの脚本がですねこれは新川誠監督によるものなんですけど極めてよくできていましてピボットえまあ今の時代もう本当に一寸先はえ見通せないわけですからそのピボットに満ちていてえこうなるのこうなるのえこの展開はうわーってことで今回だから全くネタバレのないレビューをしてますがあの本当になんか 新海さんがね、その、終わった後の挨拶でもおっしゃってたのが、その、楽しい映画であったらいいなって、これが僕はすごいなと思うんですエンターテインメントっていうか、やっぱりだからその、えっ、ー、と、我々その現実世界の中でいろいろ苦しいこととかあるんだけど、その、ピポットに満ちた、もうどうなるかわからない、展開が読めない、えー、そういう脚本のに基づいて美しい映像、そして、まあなんても言えない、 その音楽体験ですね。ラルウィングスが今回も担当さ,されてるんですけど、えー、そ、もう、総合芸術として、あの、ある時間を過ごすということによって、 うーん我々がその知らないところに連れてってもらってでも人間の脳にとってはそれが実はもともとか必要なものなんですよねその、えっと、我々が現実を生きるために必要な異世界異世界のファンタジーそういうものをこの「す、え、ず、ー、の途中まり」は描,描いてくださってるんでうんだからそういう意味においてはですねえー、っと、まあ、このまあこの映画自体が一つの扉だと思うんですねでこの映画という扉を開いて我々は異世界に行ってそこで2時間のもう極上のエンターテインメント えーまあ、感じて、まあ、心を動かされて、えー、悲しい思いをしたり楽しい思いをしたりでもそのジェ感情のジェットコースター自体が、えー、本当の最高のエンターテインメントで、まあ、それを、えー、新海誠監督は楽しいって言ってるわけですけどでそこからですね、えー、まあ何ていうか、うん、広がる、まあ、自由な世界っていうか、あのー、空を飛んだり空落ちたり。えー 舞い上がったり、ね、水に触れたりっていうそういう五感を刺激するあのアニメでありながらその五感をなんか非常に刺激する表現があるんですけどもそ,そのような、うん、あと挿入歌も本当にもうすごくすぐっと何、うん、て言うんですかね絵、うん、と一体になってかなりあの作り込みをされてるってことはあの分かるんですね。 ですからあの今回、あの川口豊さんがですねプロデューサーの川口豊さんが、えー、お誘いくださったんです川口さんがです、ねえー、東京・ね代田川口さんがマ国際バンドに行った時に茂木さん、すごいのができましたあのこれが川口さんのチケットなんですけど茂木さん、すごいのができたんですから今回ってもうなんかそう、あの川口さんいつも自転車乗ってる川口さんがすごいのができたんですよすごいのがすごいのが来ましたって言ったのかな。 すごいのが来ました。っつって、そうですかって。すごいのが来ました。うん。すごいのが来ました。すずめの戸締まり。ぜひ皆さんご覧ください。あの、本当にあの、新海誠監督をはじめスタッフの方々、本当にこれは大変だったと思うんですけども、え、おかげで2時間、夢のような、そして深く魂の奥に、突き刺さる、体験をすることができました。ありがとうございました。ぜひ皆さんも、え、すずめの戸締まり、劇場でご覧ください。異世界へのドアを開いて、 そしてその向こうで夢のような2時間を過ごして、そしてこの現実に元気になって、ね、戻ってきていただけたらなと思います。